すっごい綺麗。おい、あれ、え、お、九条さんじゃん。朝からついてんな。や、おはよう九条さん。気持ちのいい朝だね。おはようございます。はじめましてかな。僕は2年の安藤だ。君のことはお姉さんからよく聞いていてね。前から会ってみたいとは思っていたんだ。どうかな。よかったら昼休みに一緒にご飯でも食べないか。結構です。釣れないな。だったら連絡先だけでも交換してくれないかな。すいませんが、私はあなたに興味がありません。要件がそれだけなら失礼します。ああ、それとそれ、高速違反ですから。すっげえ、女子人気トップの安藤先輩を一周かよ。どんだけ理想高いんだよ。おはよう、久世君。おはよう、久世君。また深夜アニメ？おお、おはよう、ありゃ。ま、そんなところだ。あなたも懲りないわね。睡眠時間削ってまでアニメ見て、学校で眠くなってちゃしょうがないじゃない。ま、言ってもアニメ自体は1時に終わったんだけどな。その後の感想会が長くって。感想会？あ、ネットで感想をつぶやくやつ。いや、オタク友達と電話で2時間ほど。バカじゃないの？バカか。そうだな、時と場所をわきまえずに作品への愛を語ること、それをバカと言うなら確かにそうなのかもしれないな。ごめんなさい、救いようがないバカだったみたいね。アーリャさんは今日も絶好調っすね。ミラシカ。何よ。いや、なんか言ったか。別に、みっともないって言っただけよ。そりゃ失礼。あれ、どうしたの。ああ、いや、悪い、ありゃ科学の参考書見せてくんない。何、また忘れたの。ああ、多分家に忘れた。まあいいけど。 Thank you。鉄、コバルトで、次の空欄に入るのは、お、クズ、わかるか。え、あ、すいません。わかるなら答えてみなさい。あ、はい。って、どの問題だ。見ろ、どう。違う。え、それじゃあ隣の九条。はい、8のニッケルです。正解だ。クゼ、ちゃんと授業は聞いておけよ。あ、はい。普通に間違いを教えるなよ。私はどこの問題かを教えただけだけど。嘘つけ、明らかに2を指してただろうが。ひどい言いがかりね。目が笑ってんだよ。ミラーシカ。なんだって。バーカって言ったのよ。ミラーシカ、ミラーシカ。かわいいってなんだよ、かわいいって。それさっきも言ったよな。こっちは全部わかってんだよ。アイパクラスニエプレムカカリビョンナク。誰が赤ちゃんだ、この野郎。ばあ
小学生の時、祖父の家の近所に住むロシア人の女の子とよく遊んでいた。その時自然と覚えたのだろう。ロシア語の聞き取りなら今でもかなりわかる。しかし、それがまさかこんな、隣のロシアン美少女にロシア語でだけ出れられるという謎の周知プレイをされることになろうとは。今さらカミングアウトなんかしたら。言えねえ。緊急時と勉強に使用する場合を除き、校内でのスマホの使用は校則違反よ。なら、これは校則違反じゃないな。緊急時だし。念のため聞くけど、どこが緊急？無料ガチャ。あと10分で終わるんだ。生徒会役員である私の前でいい度胸ね。よっしゃー！ SSR つくよみ来たー！没収！ノー！つくよみ？つくよみって、日本神話の月の神様でしょ？なんで黒髪じゃなくて銀髪なの？さあ、月のイメージからじゃない？細かいことはいいじゃん、可愛いんだから。ははー、ありがとうございます。うわー、マジで月読み様だ。アミニョシト、ニセルブリスティボラセイズミエニク。あの、なんて？このゲーム配信って言っただけ。おい、その言い方は失礼だろ。何よ。無課金税である俺を廃人呼ばわりするなんて、真の廃人である重課金税に失礼だと思わないのか？そうね、誰であれあなたと一緒にはされたくないでしょうね。きつぅ。はあ、珍しく真面目な顔するかと思えば。おいおい、心外だな。俺は真面目さが取り柄と言っても過言ではない。今世紀最大の過言よ。今世紀まだ8割も残ってますけど。モテたい。まさしか、それ何食べてるの？激辛麻婆ラーメン。おい、無視してんじゃねえ。いつもの発作かと思って。これだからモテるやつは。おい、生徒会のメンバーだ。出遅れたわね。席あるかしら？大丈夫よ、私、あっちでクラスの子たちと食べるわね。マーシャ先輩、お気遣いいただいてすみません。すごい美人姉妹だよね、九条さんたちって。いいよな、九条先輩。お近づきになりたいぜ。でも、九条先輩って彼氏いるらしいよ。お、今まで告白した男子がことごとく彼氏を理由に断られてるみたいだからね。ま、彼氏がいなくてもたけしじゃ無理だろ。ぶっせー、アーリア姫と仲がいいからって調子乗んなよ。くー、羨ましいぜ。あの孤高のお姫様に愛称で呼ぶことを許してもらってるなんてよ。まあな、呆れられてばっかりだけどな。無関心よりはマシだろ。アーリア姫って基本的に誰とも話さないし。まあ、俺は1年以上隣の席だし。やっぱりあの中でアタックするんなら周防さんかな。話しやすい分アーリア姫よりはワンチャンありそうだよな。まあ高嶺の花ってことには変わりないけど。ワンチャンあるかな。告白を断った回数では九条さん以上らしいよ。そうなんだよな。お嬢様らしく婚約者いるとか。まさちか、そこら辺どうなん？なぜ俺に聞く？そりゃお前。マサチカ君、こちらの席よろしいでしょうか？ああ、まあいいけど。お前らもいいよな。おう。うん、いいよ。ありがとうございます。あ、やっぱりマサチカ君も同じものを頼まれたのですね。スワさんでもそういう料理って食べるんすね。そんなにかしこまらなくても結構ですよ、同級生なんですから。あ、いや、まあ、はい。それに私もラーメンくらい食べますよ。休日にはよく外へ食べに行ったりもしますし。へえ、
美味しいですね。辛さはもう少しあってもいいと思いますけれど。だよな、ラー油があったらよかったけど。今度の生徒会の議題で検討してみてもいいかもしれません。いや、講師今度は甚だしいな。おい、冗談です。二人は仲がいいのかしら。私たち幼馴染なんです。幼馴染？はい、幼稚園からずっと同じ学校なんですよ。そうなの？そういう二人は仲がいいのか？仲良くしようとしている最中でしょうか。少なくとも私はアリサさんとお友達になりたいと思っていますけれど、うん、私と友達になっても楽しくないと思うわ。つまり私とお友達になること自体は嫌ではないということですよね。まあそうね。それじゃあ俺らもう食べ終わったんで。お先に。おう。いや、なんかキラキラしすぎてもう無理。ところで、あ、マサチカ君、生徒会に入るという話は検討してくださいましたか？何度も言ったろ、入る気ないって。マサチカ君なら私やアリサさんともうまくやれると思うんです。何しろ元生徒会副会長なんですから。え？中等部生徒会は私が会長でマサチカ君が副会長だったんです。そうだったの？ユキに頼まれたから出たんだよ。うちの生徒会選挙は会長副会長のペアで立候補しないといけないから仕方なく。アリサさんは意外に思われるかもしれませんが、マサチカ君はこれでもやるときはやる人なんですよ。これでもってなんだよ。さあ、教えたとやつないよ。仲がいいのね。意外か？ええ、意外だわ。まさかあなたに女友達がいたなんて。え、そこ？何よ。いや、だって女友達。私たちって友達なの？え、違うの？そうね、私たちは友達だわ。おい、どこ行くんだ？生徒会室に用事があったのを思い出しただけよ。なんだあれ。おーい、マサチカ。ねえ、やずないよ人やマサチカ。マサチカ、パートにマイシャシャだ。パスマトリー、かっこいいぞか。ウォフテクラクラグラスイーバーグラスイーバー。ノンラードのマサージか。ダザフトラダザフトラ。あの子と話がしたくてロシア語を本気で覚えたんだけどな。名前忘れちまったな。おはようございます。どう？我ながら完璧よ。おはよう。おはよう、クゼ君。今朝はずいぶん早く目が覚めちゃってな。暇だったんでいろいろと済ませておいたぜ。クゼ君が早起きするなんて、今日は雪でも降るのかしら。アーリアさん、本当に日本語堪能っすね。午前中の黒板消しは私がするわ。じゃあ頼むわ。お、それどうした？水たまりにでも足を突っ込んだのか？違うわよ、あなたじゃないんだから。誰が年中ぼーっとしてるって。そこまでは言ってないわよ。
これはトラックに水をはねられたの。おお、それは災難だったな。まあ車道側を歩いていた私にも責任はあるし、替えのソックスはあるからいいけどね。久世君、ん？周防さんとは中学の時一緒に生徒会役員してたのよね。ん？ああ、まあな。ふん。ねえ、久世君。お？生徒会に入る気はないの？お前までなんだよ。答えて。ああ、俺は生徒会へ入る気はない。もし、私が…いえ、なんでもないわ。お？ワンツねえ、ちょっとロッカーから替えのソックスを取ってきてくれる？は？先に脱いじゃったから取りに行けないのよ。は、や、く、うん、分かったよ。開けるぞ。ほら。じゃあ履かせて。はあ、どうしたの？いや、どうしたのって、むしろお前がどうした。ソックスを取ってくれたお礼よ。あなたにとってはご褒美でしょ。いや、それがご褒美なのは一部の特殊な。あら、違うの？いえ、ご褒美です。どりゃみんにゃ、当時前から思ってたが、こいつのロシア語のデレは何なんだ。完璧主義かつ理想の自分であろうとしてストレス溜め込んじゃってるのか、そしてその発散をしているとか、つまりは精神的露出。え、露出狂なの？何？あ、いや、今なんて言った？と思って。別に、育児なしって言っただけよ。まあいいわ、自分で吐くから。いや、その必要はない。なんだよ、吐かせろって言ったのはお前だろ。そうだけど、でも。さすがに育児なしとまで言われちゃ、俺にもプライドってもんがあるんでな。あ、ちょっと、まだ心の準備が。おい、動くなよ。そんなこと言っても。おい、アリャ、アリャ。何、クゼ君？その、まあ、なんだ。クレアスネルビチェチェンスキフノージェック。もうそろそろ許してもらえませんかね。別に、もう怒ってないわよ。え？その、ごめんなさい、蹴ってしまって。大丈夫だった？え、おう、まあ大丈夫だろう。本当？もしかして首痛めてたりとか？お、いや、本当に全然そんな。むしろいいものを見せてもらってありがとうございますって感じだったし。え？あ、いいもの？あ、見た。見たの？そのんと、本当に素晴らしいものを見せていただきありがとうございました。今のはちょっとふざけすぎた。ザマンチ。悪い、
丈夫か？大丈夫も何も、あなたが追いかけてくるからでしょ。そりゃそうだけど、なんだその、ごめん、悪かった。そんなの分かってるわよ、私も悪かったし。姫、これを。何のつもり？これはせめてもの私めの謝罪の気持ちでございますれば。変な小芝居はやめて。お前、おしるこ好きだろ？いつも飲んでるし。まあもらっとくわ、ちょうど喉も渇いてるし。確かに。アティホーチェヒ、根節消すイベント。あー、急に、ここでじゃあもらおうかなって言えば根節消すできんの？なんだって？運動の後は甘いものよねって言ったのよ。普通冷たいものでは。日ボタティーニパニマイエシ。わかってるんですけど。